世界で最も美しい港リオデジャネイロ、カーニバル、強烈なサンバのリズム、マルコバの丘に立つキリスト像。笹川会長を乗せた機は4月22日ブラジルの海岸線を捉えました。翌23日、サンパウロコンゴニアス空港、多数の日系コロニアの代表が笹川会長を温かく出迎えました。休む間もなくイビラプエラ公園にある開拓戦没者慰霊塔に参拝。笹川会長は遠くブラジルの地で祖国を思い死んでいった御霊にいつまでも頭を垂れていました。ついで笹川会長は日本ブラジル友好協会にある移民資料館を訪れました。当館は明治41年781名の最初の入植者がブラジルの土を踏みしめてから74年の日系移民の生活の変遷を当時の貴重な資料によって再現してあります。